私は物心がついた頃から何でも出てた。勉強だってすぐに大学を卒業したし、地球防衛軍でも入隊して最年少で即隊長に任命もされた。モデルにアイドル、あまたの作法やスポーツも少し練習するだけですぐに組に名が残るレベルで結果を残すこともできた。欲しいものを自身の力で勝ち取り、掴み取ってきた。だけど今なかなか手に入らないすごく欲しいものが二つあるの。まず一つは世界一の実力者になること。第一回ではベスト4に入ったけど、3位決定戦で指揮隊長に敗北しているから表彰台には乗ったことがないんだよね。第2回は指揮隊長に負けてベスト8。第3回はファルドラ隊長に負けて同じくベスト8。そして去年行われた第4回はアラン隊長に負けてベスト8。私の世界ランキングは世界3強に続く4位、だけど世界最強にはまだ程遠いのも事実、簡単には手に入らないんだよね。そしてもう一つ、これは最近できたんだ。トト君、今大会の予選で初めて見た時からもう一目惚れでどうしようもなく欲しいって思った唯一の人。私はトト君に会うまで異性に対して全く恋心というより、関心や興味がなかった。むしろどうやってモテるのか不思議なくらいだった。そこばかりはロイド艦長やユウ君にも心配されてたんだよね。おい、バハート、まだ異性に興味を持てないのか。だって興味を持つような人が現れないんだもん。そういう意味だとロイド師匠には興味ありますよ。どうやったら倒せるかってね。クールじゃねえな。単純に守りたいと強く思える対象物ができるともっと実力の向上につながるんだ。守るものや相手がない、目的がない力はどれだけ強くても脆い。お前には実力面ではなく、精神面で弱いと思っている。だから少しは年相応に恋でもしろと言っているんだ。興味ないものは無理。それにロイド師匠はそういう経験がおありのようで。茶化すな。とりあえずお前はもっと精神面で強くなれ。はい。ねえ、ユウくん、恋ってどんな感じなの？あらバハちゃん、恋に興味出たの？いや、この恋愛マイスターの私が恋愛とは何か、そのノウハウを一からみっちりと。そういうのいいから、それにユウくん片思い歴はあっても両思い歴はゼロでしょ。頼む、大事なのはどれだけ愛し合ったかではなく、どれだけ愛したかなのよ。わかった、わかった、ここ施設だから声を抑えて。それで、恋愛マイスターのユウくん的に男の子の魅力って何？それはいっぱいあるけど、やっぱり普段は平静に見せてるけど、中身は獣ってところかしらね。どんな草食系でも内心には勇ましい獣的本能を持ってて、そこの普段とは違うギャップがもうすごくたまらないというかね。それでね、それでね、めちゃくちゃにされたいって思っちゃうのよね。もう好きにしてほしいみたいな。わかった。いや、何にもわかんないんだけど。わかったから。そう、でもバハちゃんにもきっといつか素敵な人が現れるわよ。その時になれば私の言ってる意味が全部わかると思うわ。なんかさっきの聞いてると一生現れないと思うんだけどな。結局二人の言ってたことは本当だったってことか。きっとパパ君は今頃私の相手の子のところにいるんだろうな。仕方ないとはいえ、嫉妬しちゃうな。今回の大会で欲しいものが増えた、けど全部手に入れる。だからこそこの勝負も絶対に勝つ。気合入っているようだな、バハート。ロイド艦長とユウくん、来てくれたんだね。もちろんよ、バハちゃんが恋敵と戦うんだからもうこれは私、応援しないとって思ってね。そうね、気合い入れまくったね。相手は強い、きっとお前でも苦しむ、だがそれを乗り越えてこそだからな。うん。ロイド艦長がわざわざ2回戦に上げた子だからね、何か企みがあるとは思ってるわ。ならいい、あとバハート、一つ聞きたいんだが。お前、その髪飾り、いつから身につけ始めたんだ？ロイド艦長忘れちゃったんですか？手に入ってからずっと身につけてるのに。どこで手に入れたんだ？手に入れたというより、もらったんですよ。見た時から一目惚れでずーっと身につけてるんですよ。最初は隠しカメラとか、変な能力とか、隠しマイクとか何重にも検査して、それで宝石の性質的に害がないのも確認してますので大丈夫ですよ。そこの心配をしているんじゃない？まあいい。その宝石を身につけてからバハートの力が今までの比にならないほど上がっている。そこに関することを聞きたいんだがな。応援に来てもらって申し訳ないんだけど、もう集中してもいいですか？ああ、すまない。貴重な時間を使わせたな。ベストを尽くせよ、クールにな。そういえばこの宝石、誰からもらったんだっけ？あんまり思い出せないんだよね。とりあえず集中だ。絶対に勝つんだから。ねえ、白はどう？ごめんなさい、頑張ってみたんだけど。大会の恩恵で生き返ったにせよ、死んだことには変わりないからデスペナルティがついてる。デスペナルティ？うん、一度死ぬと一週間オーラが回復しないんだよ。これは私たちも同じなんだけど。一週間、ならもう次の試合は。うん？死なない代わりのペナルティみたいなものだからこればかりはどうしようも。せっかく、勝ったのに。
目を覚ましたら本人に聞いてみるし、主様にも聞いてみるよ。そっか。ほら、かなちゃんは今から試合なんだから頑張らないと、こっちは私に任せて。うん。ハフはあれだけたくさんの努力をしてきたのに、最後はこんな終わり方だなんて。私は争いが好きじゃないからそこまで修行に力を入れてこなかった。だからハフにはできた黒竜眼、私はまだできない。私なんかが勝てるのかな？一回戦だって負けてるのに。弱気だねー、らしくないなー。ソフィア、なんでここに？カナの試合の後私だし、メリアはすぐにどこかに行っちゃったし、一人で熱いところにいるのもあれだからここに来ちゃった。マイペースだね、ソフィアは。それより、そんな弱気じゃダメでしょ。カナだってカナなりに努力したし、昨日だって夜遅くまでメリアから指導されてたでしょ。ごめん、それは思い出させないで、かなり地獄見たから。なら大丈夫大丈夫、カナは強いよ、カナは間違いなく天才なんだから。ハクは努力の天才、結果は武術の天才。私は、さあ、自分で自覚したらそれがカナの天才的な長所なんじゃない？適当だな、まあソフィアらしいけど。カナ、まだ言ってなくてよかった。こんなギリギリで悪い、調子はどう？不安の方が強いって感じかな。そうか、一回戦の時に比べて成長してるじゃん、ちゃんと警戒してる。そうだね、一回戦の時は結構リラックスしてたもんね。そうだったかな。かな、相手は強い、世界ランク4位だし、能力も実力も本物だ。だけどかなと同じ年だ、そしてポテンシャルはかなの方が上だ、努力だって負けてないはずだ。それに、かなは俺の主要相手をしてきたんだ、かなだって使えるはずだよ。あと、ベストを尽くしてこい、勝ちにこだわるな、自分の全力をしっかり出してこい、そういう時のかなが一番強い。うん、ありがとう。頑張るよ、私。気温少女のカナの声、所要無常の響きあり、サラ操縦の。さて、それでは2回戦第3試合を始めたいと思います。選手は入場お願いしまーす。アウト、カナ、全力全開全身全霊だよ。ベストを尽くしてこい。うん、ありがとう、頑張ってくるね。さあ、まず最初に初戦位置に着いたのはカナ選手。1回戦ではまさかのほぼ勝利が確定していた相手による危険により、ほぼ敗北が決定していたカナ選手が2回戦へと駒を進めました。ですが、実力は本物です。バハート選手相手にどこまで戦えるのか、これはすごく注目ですね。そして来ました、世界最強に続く世界ランキング4位、そして17という若さであらゆる地位と名誉を手に入れてきた世界一の天才。ここ最近の成績ではベスト4には果たしていませんが、それでもベスト8には確実に入る安定した強さ。今年度は一体どこまで勝ち上がるのか。もちろん優勝、それ以外では絶対に満足なんてしないし、できないわ。それでは互いに心の準備が整っているようなので、始めちゃいましょう。2回戦第3試合はハート選手対カナ選手、試合開始。得意分野で戦わせないよ、天秤、この運勢、オーラレツボ。無反応、取れるか。カナは俺の主要相手をしてきたんだ、カナだって使えるはずだよ。そうだ、私はタトと一緒に学んだんだ、だから私なら扱える。後編、天秤で耳を下げても抑えてくる、引き最強と同じタイプか。使えた、しかも射撃を抑えた、なら今回は近接でも戦える。今度こそ勝つよ。ねえ、どこ、みんなどこに行ったにゃー。あのバカ主もうちを置いてどっか走っていくし、主ならうちの面倒ちゃんと見てやー。こんな右も左もわからんところに一人はあかんてー。ふざけんな。なんや、いきなり土星とか勘弁してや。あの主早迎えに来てやー、もう嫌やわご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。